夏の終わりの、蒸し暑い夜、アリを採集するために、透過採集にやってきました。透過採集とは、アリが光に集まる性質を利用して女王を採集する方法です。主に、透過採集するスポットの一つとしては、自動販売機などがあります。こちら山奥の自動販売機に立ち寄った時の様子なんですけれども、このように黄色尻上げアリ、羽がついたままの状態ですが、女王アリがこちらの自販機の方に飛来していました。またいくつか自販機を見て回る中で別の自動販売機、こちらにはすごく小さな個体ですね。こちらは黄色尻上げアリのオスアリになります。これが大量に飛来していました。この日、時間帯はもう、夜中12時ぐらいですが、この日結婚飛行があったものと思われます。地面を見渡すと、このように、羽のついたままの女王が、こう地面を歩いていたり、それからですね、このようにすでに羽を落とした女王が地面を歩いていました。どれもこちら黄色尻上げアリですね。オレンジ色の可愛いアリです。こちらでも羽を落とした女王ですね。別の自販機の足元、地面を歩いていました。また透過採集をしていると、いろいろなアリに出会うことができます。この時期は、メインの黄色尻上げアリに、加えて、こちらの、こちら地域によるかと思いますが、筑紫トゲアリ、こちらの羽のついた女王が見られました。また透過採集のもう一つのスポットとしては、このような、暗い中に、一本佇むような街灯が挙げられます。ここでも同じように黄色尻上げアリが見られました。場所的には、先ほどの街灯の、足元、根元部分ですね、光が届く範囲の、エリアになります。そして地面を見るとこのように、主に黄色尻上げアリの、お座りばかりですけれども、お座りがたくさん、このように見られました。このような様子から、結婚飛行がこの日行われたものと思われます。で、この街灯の、麓ですね、こちらにはたくさんの、黄色尻上げアリが見つかりました。このように羽を落とした女王が、そこかしこに見られた、感じですね。黄色尻上げアリは、今の時期、8月終わりから9月、それから10月頭ぐらいまで、いろいろな地域で見ることができます。夕方から夜に、飛行を行うことが多いので、このように、光に集まって透過採集が、可能です。そしてこの街灯でも筑紫トゲアリが見られました。今回は残念ながら羽を落とした女王というのは見られなかったんですけれども、同じように、黄色尻上げアリと同じようにですね、飛行が行われたものと思われます。それからこちらですね、黄色尻上げアリと同じ尻上げアリの仲間なんですけれども、こちらは色が黒い、ちょっと羽で、体が見えないので何とも言えませんが、よく見られるのはハリブトシリアゲアリ、などの、黒いタイプのシリアゲアリの仲間です。こちらもこのように、同じ時期に飛行が行われて、透過の、自販機とか街灯の下などで見ることができます。それからこちらはケアリの女王ですね。この日、生きた毛アリの女王っていうのは、見ることはできなかったんですが、何匹かこのように、死骸が運ばれているのが見られました。
まあ、もしかしたら夕方頃に、結婚飛行が行われて、まあ、まあ、他のアリたちですね、に捕まってしまって、このように運ばれているというシーンが繰り広げられていたのかもしれません。運んでいるのはこれ、トビイロシワアリですね。そしていろいろな灯火を回る中で、こちらは、山奥の、駅の、待合室になるんですけれども、このような光景を見ることができました。大量の黄色シリアゲアリの女王ですね。灯火があって、まあ、しかも地面が土などではない、まあ、掘って潜っていけないような場所には、時折このような黄色シリアゲアリの大集団が現れることがあります。おそらく飛行した女王が、まあ、巣を作る場所を探して徘徊しているうちに、このように集まったものと思われます。まあ、この場所でおそらく30匹ぐらいはいたんじゃないでしょうか。それから同じ駅の、待合室の中ですけれども、交尾中の黄色シリアゲアリも見られました。今羽でちょっと見づらいんですが、オスアリが、新女王の腹部に、くっついています。時間帯としては夜中の、まあ、12時から、深夜1時ぐらいの、間だったかと記憶しています。まあ、おそらくですね、各地でこのような光景が見られた一日になったのではないかなと思います。まあ、ちょうど、大きな台風が過ぎた後の、気温が上がった、一日でした。で今回ですね、先ほど見たような、自販機とか、それから駅のホーム、それから街灯の下などで、灯火光に集まった黄色シリアゲアリの女王を採集することができました。この時期探し方とかタイミングさえ分かっていれば結構ですね見つけやすいアリになるんですけれども、こちらは女王がたくさんの状態でコロニーの創設を行うことができる多子性のアリになります。女王アリが4、5匹から10匹ぐらい一緒に同居させた状態で、自然の状態であればこの後、この状態のまま冬を越えて、来年の春、産卵を始めてコロニーを立ち上げるという、流れになるんじゃないかなと思います。他にも、チクシトゲアリとか、ハリブトシリアゲアリだろうというようなシリアゲアリも見られました。まあ、真っ暗な山の中に、あるような灯火ですね、光のもとにはいろいろな、アリに限らずいろいろな虫が集まってきて、最初の際にはいろいろな、予想していなかったアリとか昆虫に出会うことができます。今回はタイミング的に黄色シリアゲアリの、飛行にちょうど、タイミングが当たって、合計40匹ほどの女王を見つけることができました。ということで今回は灯火採集をお届けしました。